はい、村山市山沢でお買い物の皆様、あとは大エイトにいらっしゃる皆様、島村にいらっしゃる皆様、おはようございます。これより令和新選組二等部東馬、二等部東馬の街頭演説を行わせていただきます。私は今日山形県鶴岡市から駆けつけました、鶴岡市議会議員の草島真一と申します。私はずっと政党に属さない無所属市民派で、ずっと活動してまいりました。災害ボランティアやまた団問題とか公共事業の問題から、このなんとか政治で変えなきゃいけない、そんな思いで今まで活動してきているんですが、今回の令和初の東北初、また山形初のこの候補者二等部東馬さん、本当に手作りでこの大きな選挙に挑んでいらっしゃる、ありがとうございます。本当全て本音で立ち向かっている、そして大分町議として本当現場の声をくまなく拾って政策提言を続けている、その姿勢に打たれて今日は何としても駆けつけたいと思ってこの場におります。皆さん、今回の選挙絶対にまず投票に行ってください。皆さんが投票に行かないで 50% ね、本当半分の方が投票行かないので、この国はずっと変わりません。変わらず変わらず変わらずできて、不況が30年も続いちゃってます。不況がずっともう続いちゃってるのは政治が変わらないからです。政治がダメだから不況が続いてるんです。世界はもう次の経済にシフトしてるんです。エネルギーの問題だって脱原発、もうドイツは昨年の4月に全ての原発を廃止して原発の電気は使ってないし、再エネ 50% 以上です。そういうエネルギーの問題もあるし、それやるのにドイツって国は200兆円もかけたんですよ。金使ったんです。金を使って原発で働いてる方々を再エネで働く方々に変えていったんです。教育もして、そういう投資が必要なんです。未来への投資が必要なんです。なのにそれを行ってこなかったのは自民党の政治です。自分たちの今だけ、金だけ、自分たちだけの側を向いた政治を行ってきた。だからほとんど多くのここにいらっしゃる皆さんの給料は上がらない、賃金は上がらない、不況が続いている。今日皆さん本当にちょっとでも安い、これはブドウはこっちが安いかなってそうやって選んでるんじゃないかと思いますけど、なんでそんなことになってるのか。政治がダメダメだからです。今だけ、金だけ、自分たちだけのための政治を行ってきたからです。裏金事件ありましたけど、裏金事件もまさに氷山の一角、まさに金が判断基準で自分たちのためだけに政治をやってるからこういうことになってるんです。裏金事件、皆さん思い出してください。皆さんの税金は本当、ご商売されてる方はインボイスで取り立て厳しくなってるというのに、あの裏金はね、税金逃れしちゃってますよね。脱税でしたよね。犯罪ですよ。こういうことがまかり通っているこの政治は今すぐ止めなきゃいけない。今すぐ政権交代をしなきゃいけない。今すぐ皆さん、初の令和の挑戦、この山形でも東北でも、この令和で政治にブレイクスルーを作らなければいけません。今までの誰かの方向を向いた政治じゃなくて、皆さんの直接の声を、皆さんの困った声を、皆さんが何とかしたいという声を直接届けるのが令和の政治です。今この選挙でブレイクスルーしなきゃいけません。皆さんの一票がそれができる、そのチャンスの一票です。このチャンスを生かしてください。一票を無駄にしないでください。皆さん、若い人も働き盛りの人も、子供たちの未来がかかった選挙が今回の選挙です。今政治が社会に絶望を与えて2万5000人もの方々が自死しちゃってます。若い人たちが自死しちゃってるんです。それは
政治がダメダメだからなんです。希望を作るはずの政治が絶望を作り出しちゃってる。私も介護職やってました。介護職15万円とかって給料でどうやって生活するんですか。ドイツの介護職は月月給10万円高いんですよ。世界の介護職もっと給料いいんですよ。日本だけダメダメなんです。プロの仕事として認められてないみたいな給料でやっていけるわけないじゃないですか。それから農業どうです。山形県農業大国だけど、皆さんどうです。未来に希望ありますか。次の世代がつけますか。皆さんの息子さんが今の農業つけますか。ここもお金かけなきゃいけないんです。そして教育どうですか。いや大学行くのお金かかって大変だとか、大学生の方々もああこれもうな未来にわたって何奨学金返済しなきゃいけなくて、こんなことやってるのは日本だけですよ。先進諸国はちゃんと大学院まで無償なんです。当たり前の金かけなきゃいけないことが金かかってないのが日本の社会。これを変えなきゃいけない。積極財政で農業に倍増予算、教育は大学院まで無償化、当たり前のことをやろうじゃありませんか。今回の選挙で皆さん令和はやります。山本太郎議員の活動を見てください。能登半島のあの地震から10回も20回もあの現場通って NGO の人たち現場の声拾って、そのまま直接の声を国会に届けていきました。あんな議員は今までいません。私も阪神淡路からボランティアの活動をしてましたけど、あんな議員を私たちは求めてました。もっと山本太郎議員のような空気読まない、まさに官僚に空気読まない、ちゃんと発言させる、発言できる、そういう議員をこの山形からも東北からも誕生させようじゃありませんか。皆さん糸目東馬はそれをやります。令和はやります。皆さんの直接の声をきちっと届ける、困った声をきちっと困った声じゃないものにする、社会に希望を作る。もう一回言いますけど、今だけ金だけ自分だけ自分たちだけの政治なんてもうこりごりじゃないですか。皆さん今今回の選挙で変えようじゃありませんか。皆さんそれができるのは令和です。そして2投目投馬です。どうぞ皆さんよろしくお願い申し上げます。私鶴岡市議の草島と申します。心からの令和、心からこの令和と2投目投馬さんを応援するためにこの場に参りました。どうぞ皆さん村山市の皆さん、皆さんの子供たちにも言ってください。選挙戦持ってる方は一票も無駄にしちゃいけません。今回の選挙無駄になっちゃってから 50% の人が選挙行ってないから、この政治が変わんないんです。皆さんこの今のままの絶望の政治でいいですか。このままでやばいと思います。で憲法変えられてとかっていうことでいいですか。皆さん憲法を変える必要もないし、憲法に書いてあることをちゃんと実現するのが今やんなきゃいけない政治です。それを令和はしっかりとやっていきます。ぜひ皆さんご期待ください。それではすいません長くなりました。2投目投馬の演説をお聞きください。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございます。力強い応援演説をいただきました。米和新選組2投目投馬でございます。村山市の皆さんおはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。裏金猫馬は許しません。米和新選組2投目投馬でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私米和新選組2投目投馬はお隣大石田町の方で町議会議員として5年地方議員としてやってまいりました。これまで子育て支援、若者の移住定住の支援、それから雪の課題などさまざま取り組んできましたけれども、雪つくところは財政の問題でございました。予算がない、予算がつかない、地方自治体は財政難、
自民党は裏金祭り、これが失われた30年の正体ではありませんでしょうか。一部の利権者、宗教のための政治から市民のための政治を取り戻す戦いです。地方自治体では今壊滅的な少子化、ありがとうございます、壊滅的な少子化、人口減少が起きています。大石田町はピーク時人口1万人以上おりましたが、現在約6000人、将来推計約3000人、町に子どもたちの声が聞こえない、年間の婚姻件数も4件から5件となりました。山形県全体は101万人から将来推計71万人まで減少すると推計が出ています。三大都市圏に人口が移っていく背景は何でしょうか。安定した雇用と賃金です。地方移住を妨げている一番の要因は何でしょうか。給与水準です。移住先には求める給与にない、これが要因の1です。生活の不安定さが根底にあります。失われた30年を取り戻す経済政策が急務。消費税の廃止、消費税は廃止にしても皆さんの社会保障にはほとんど影響がありません。消費税が増税されるたびに法人税は減税、皆さんから多く税金を取り、大企業に減税、資本家に減税のプレゼントをしてきたのが現状です。まずは皆さんの使えるお金を増やすために消費税は廃止にする。そして社会保険料の減免、国民健康保険や介護保険は事実上の税金です。国民の税金負担率、50年前の2倍と言われています。国費の負担を上げることによって毎月皆さんに多くのしかかる税の負担を軽減していきます。そして悪い物価高が収まるまでの季節ごとの現金給付、そして最低賃金の全国一律化1500円、今の最低賃金ではまともに暮らしていくことはできません。山形県の最低賃金、先月まで900円、その前854円、さらにその前822円でございました。夫婦共働きでさらにもう一つ仕事をして子育てをしている、賃金が低すぎて掛け持ちで仕事を始めた、そんな声をたくさんここ村山市でも聞いてきました。そしてこの地方衰退を牽引してきたのは、私も町議会議員でございましたけれども、地方政治にも原因があります。何でも国の言う通り、巨大政党に従っていれば自分は安泰、自分はバッジをつけていられる、そんな政治家がどこの自治体にも5割から6割、多いところでは7割から8割いらっしゃる。この選挙期間中、自民党の事務所にこそこそと駆けつける無所属で当選しているのに、自民党の事務所に駆けつける地方議員をよく見といてください。増税クソメデカレと言われた政治家を、裏金を支えてきた人たちです。失われた30年を取り戻す経済政策が急務、令和新選組がそれをやります。地方を復活させる、ありがとうございます。この国を立て直す裏金自民党には不可能です。そして与党なのか野党なのかわからない政党にも無理です。そうだ、裏金自民党の国民を救わない、地方を救わない予算に賛成をした国民民主党、あんなもん野党ではない、ふざけんじゃない。そうだ、令和新選組が先頭に立ちます。この国を立て直す、地方を立て直す、
山本太郎と二刀目相馬の米和新選組が先頭に立ちます。まだまだ皆さんのご支援が必要です。まだまだ皆さんのお力添えが必要です。最後の最後まで応援よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございます。投票用紙には二刀目相馬と書いてください。投票用紙の2枚目には令和、綺麗は令和とお書きください。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。